はいどうも皆さんこんにちは。本日もポケモン動画撮っていきましょうか。で、今日なんですが、なんと大手メディアのインサイドさんからポケモンレジェンズアルセウス、こちらに関するダウンロードコンテンツ、そちらについての紹介があったので、今日はそちらの記事について紹介していきます。いやーまさかね、このタイミングでこういった記事が出てくると思わなかったわ。はい。で、この記事なんですが、まだ今日出たばかりかな。まあ、動画に関しては後日上がることになりますがご了承ください。ということで早速ね、記事の方を見ていきたいわけなんですが、その前にもし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。そしてポケモン好きな方は、ぜひぜひ高評価もしていただけると励みになるのでよろしくお願いします。では早速内容に入っていきましょうか。そして記事のリンクに関しましては概要欄に貼っておきます。はい、ということでこちらの記事を読んでいきましょうか。ポケモンレジェンズに続編が出るとしたら、舞台はカロス地方、キーワードは戦争かっていう記事になりますね。ごめんなさい、これダウンロードコンテンツっていうか続編っていう言い方の方が正しいかもしれませんね。まあちょっと解釈は難しいところではありますが、まあそこは置いといてどんどん読んでいきましょう。で、まず今作ですね。まあ今作っていうのはレジェンズ・アルセウス。で、まず新欧地方の過去を描きつつ、謎に包まれていた幻のポケモンアルセウスに迫ったポケモンレジェンズアルセウスなんですが、まず今作新欧地方の過去を描きつつ、謎に包まれていた幻のポケモンアルセウスに迫ったポケモンレジェンズアルセウス。従来のシリーズでは全く異なったゲーム性があると。そして世界累計で650万売れたと。まあ、そういったことが冒頭で書かれております。まあ、650万って言われるとなんか思ってるより少ないよね。まあ、こちら国内パッケージ版のみで確か250万ぐらい売れてた記憶があるので、まあ、世界で400万っていうことか、まあ、若干少なくは感じますが、まあ、十分売れてる作品かなと思います。もちろんこれダウンロード版含まれてないので、ダウンロード版含めるとおそらく1000万超えてるんじゃないかな、まあ、あくまで推定になりますが、まあ、ちょっとね話が脱線してしまったんですが読み進めていきましょう。その一方でポケットモンスターシリーズにはまだまだ過去に隠された伏線が多く、まあこのレジェンズアルセウスでも同様のこと言えますよね。伏線がめちゃくちゃあるみたいな。ただアルセウスだけじゃなくて過去作においても様々な伏線がございました。まあそういったところも踏まえて、このポケモンレジェンズシリーズ、まあシリーズ化されるかどうかっていうところはまだ定かではありませんが、もし仮にシリーズ化するんであれば、次は一体どの作品がレジェンズシリーズとしてやってくるのかっていうことが書かれております。ポケモンレジェンズの続編を予想と、ポケモンレジェンズアルセウスの題材となったのは、ポケットモンスターダイヤモンドパールで語られた新王神話、世界を創造したというアルセウスや、その分身であるディアルガ、パルキア、ギラティナを軸に壮大なストーリーが描かれていました。何気に超重要なこと言ってるな。ディアルガ、パルキア、ギラティナ、こちらがアルセウスの分身であると。そして売り上げ自体も好調ですと。まあ日本でも世界でも両方売れてますからね。まあ、非常に反響が大きくて、かなり満足いく作品でした。まあ、このことからレジェンズシリーズっていうのは今後も継続していくんじゃないかっていうことが言われておりまして、もしそういった場合は、舞台設定としましては、引き続きこの翡翠地方になるのか、あるいは同年代の別の地方になるのかっていうところが今言われております。まあそこに関してはね、定かではありませんが、ただ翡翠地方で継続っていう可能性は極めて低いと思うから、まあ、そうなるとやっぱりダウンロードコンテンツっていう可能性になると思いますよ。ただ他の地方になるんであれば、完全最新作っていう扱いになると思うので、おそらく続編っていう形になるのかな。そこで第一に思い浮かぶのが、ポケットモンスター XY。こちらで有名だったカロス神話か。これもかなり有名でしたよね。カロス神話。多分、新王神話の次に有名じゃないかな。で、このカロス神話っていうのが、まあ、とてもね、特徴的だったわけなんですが、約3000年前に派生したという戦争。こちらが語られておりました。それっていうのは人間だけでなく、ポケモンが軍事利用されており、多くの尊い命が犠牲になったと言われております。いや、懐かしいね、カロス神話。かなり切ないよね、内容が。そしてこの戦争を終結させたのは、カロス地方を治めていた王が制作した最終兵器。その技術は現代のカロス地方で封印されていたのですが、とある理由で人類の浄化を試みたフレア団のフラダリによって利用され、後の大事件へと発展していきます。これめちゃくちゃ胸熱展開だったよな。フラダリ出た。懐かしいね。っていうか相変わらず髪型がすごいな。しかし作中では戦争に至った経緯やその様子についてはあまり語られず、もしポケモンレジェンドの続編でカラス神話が題材となるとしたら、おそらくこの戦争が物語のメインとなるでしょう。まあ確かにね、新王神話関連で言うとカロス神話が来てもおかしくないっちゃおかしくないから、まあ確かに可能性としては高いよね。まあ世間一般的には浄土地方が来るんじゃないかとか、そういったことが言われていましたが、ただこう考えてみると確かにカロス地方っていうのもありえるのか。まあ例えば主人公が戦争を食い止めるべく各地で奮闘するといった物語はどうでしょうかと。そこに XY の表題ポケモンであるゼルネアスやイベルタル、そしてジガルデが深く関わっていく。特にジガルデは監視者と呼ばれているので、その時代をよく知っているはず。もしかするとアルセウスのようにメインポケモンへと抜擢されるかもしれません。っていうことはレジェンズジガルデっていう名称になるのかな。なんかちょっと違和感あるけどね、言いにくいしどうなんだろう。ただポケモンレジェンズアルセウスってさ、めちゃくちゃしっくりくるけど、ただポケモンレジェンズジガルデっていうのはちょっとどうなんだろうね。難しいところではございますが、ただめちゃくちゃ興味深いよね。秩序ポケモン、ドラゴン地面、オーラブレイク、高さ 5.0m、重さ 305kg、 めちゃくちゃ重いよな。いやー、これは本当に懐かしいよ。ジガルデはだけど見た目的にちょっと難しいんじゃないかな。もしかすると新しい姿とかが出てくるかもしれませんが、ただパッケージ系のポケモンとしてはちょっとね、見た目が厳しいかもしれない。また今年の冬に発売予定のポケットモンスタースカーレット・バイオレットポケモン SV ではシリーズ初となるオープンワールドが採用されるとのこと。そのためポケモンレジェンズの続編が制作されるとしたら、シームレスなカロス地方を楽しめる可能性も、過去を遡ることでより広がっていくポケットモンスターの世界観、新たな先祖キャラクターにも期待したいところですねって書かれてます。まあ確かにすごく信憑性もあるので、可能性もすごく高いなと思いました。ですので今回はこちらの記事を取り上げさせていただいたわけなんですが、皆さんこの件についてどう思いますか？もしよろしければコメント欄にコメント書き込んでいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。ただものすごく意味深ではありますよね。 XY か。けど XY ってさ、あんまり俺記憶にないんだよな。なんでなんだろう、あまり記憶になくてさ、まあブラフォアであったりとか、ダイパリメイクであったりとか、あとは剣盾であったりとか、そこら辺の作品はすごく心に残っているんだけど、ただね、なぜかよくわからないけどカロス地方だけはあまり記憶にないんですよ。まだサンムーンの方が覚えてるわ。なんでなんだろうね。これは自分だけでしょうか。まあちょっとそこについては分かりませんが、まあいや、とりあえず、そういったお話になっておりますので、もし興味ある方はぜひインサイドさんの記事を見ていただければと思います。いやー、けど本当によく書けてるな。ただポケモンの世界観ってさ、さっきも本当に書いてあった通りで、まだまだ未開始の伏線であったりとか気になるところっていうのがあるから、そういったところがですね、レジェンズシリーズとして解き明かされていく可能性もあるわけだから、そう考えるとすごくロマンがあるなと思いました。ただカラス地方か、今までそういった話って全く出なかったから、確かに神話つながりであったりとか、世界観的には XY が最もですね、今自分がプレイしているこのレジェンズアルセウスと合致してるっていうことか。確かにな、妙に納得したわ。はい。そういったところでね、今までは浄土地方がやってくるんじゃないか、レジェンズセレビーがやってくるんじゃないか、ダウンロードコンテンツとしてやってくるんじゃないか、いや完全新作としてやってくるんじゃないかっていうことが言われていましたが、全く異なる説ではありますが、ただすごくね、面白い説だなと思ったんで、ぜひ皆さんもこちらの説について考察されてみたらどうでしょうか。っていうことで今日の動画一旦終わります。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあの。